ラスクダイバー優先長。じゃあ、まだ間に合うよね。ああ、このり。人間の概念で言う、神が住む場所、本領域。人間が創造する魔物が生まれた場所、災いから。神と魔が存在する空間、それは人にとっては遠くて近い世界。聖門長、イニシエと現代、歴史と流行が交わる価値、雑多で喧騒、それに今活気が満ち溢れ、神と魔が集う地。ちゃんと長い時の流れにより異なる次元のエネルギーが集まり、不安定な空間が形成され、この予測不可能な次元空間こそ、災いと人間と混沌界に通じる道の一つ。このことに手を焼いた混沌界は、積極的にこの空間に干渉するように、鳥の国、いわゆる大魔が時に入るとエネルギーが混濁し、魔物と人間が誤ってそこに迷い込むことになる。邪魔だ。こんなもんか。混沌界はこの次元を優先長、そう名付けた。有象無象をも誘い込むこの優先長の地に、一人の少女が立つ。やがて少女は次元の壁をも砕き、いくつかの物語を紡ぎ出すだろう。今ここに最初の冒険譚開幕。ユウさん、まったく、いつも遅れてくるんだから。もしもし、ユモ、今どこ？それはこっちのセリフだよ。お腹すいたから、唐揚げ買ってたの。6番出口の右斜め前のお店だよ。6番出口で待ち合わせて、迷わ地元とか関係ないし、それから俺からスイーツ食べに。大丈夫、甘いものは。はいはい。あれ、お店ここじゃなかったのかな。どこかに引っ越したのかな。ここだったような、ここじゃないよ。あ、ここじゃなかったかも。そのまるで勇者。道間違えちゃったかも。こっちの方向だったかな。ああ、わかった。ここかな。多分。
あれあれ、行き止まっ、もう、え、ゆも、まずは人通りの、こっちがダメならわからないかも。さっきまでこんなのなかったよね。おかしいな、ここって6…ユーモ、待って、ま、あ、ごめんごめん。でも、なんでこ…あれ、駅の名前…あ、よしゃ、ちょっと…やだ、一人…心配しないで。優先長？正門長じゃないの？ああ、よしゃ、どうしたの？何これ？何？ここに人が？よし、このジョーちゃんは大丈夫そうだな。こっちのポニーテールは危険だ。ジョーちゃん、起きろ！え？シンピラ？悪かったな、人相悪くて。ジョーちゃん、少し辛抱するんだ。今すぐ治療してやるか。治療？何？温かい力がみなぎってくる。この感じだんだん強くなってる。ちょ、待て待て、一体どういうことなんだ。え、おじさんどうしちゃったの？そんな可愛くなっちゃって。ジョーちゃん、え、やれる？テレビで格闘技のしっぽれでいける？いいからやってみろ。どけ！やっ、とりゃ！せや！まさかうまくいくとは思わなかったが。そんな自信がないジョー。ああ、いや。自信がなかったわけじゃないが。僕も驚いたよ。なんだかどんな動きでもって。リオ、また災いに囲まれているぞ。店長。店長。店長、俺はこんな姿になっちまった。ジョーちゃんだけじゃ。彼女はお前の力を吸収できたんだ。逆にそこら。おじさんが僕を助けた姿。だからってもういい。もんか。どうだ。本当に人の姿に戻れた。これ。おじさんって強いね。だから俺。ごめんごめん。ジョーちゃん。お、僕の名前はヤンユモだよ。ユモでいいよ。ユモ。友達が心配な気持ちはわかる。だがこの。今は自分の身を守ることに集中しろ。うん、おじさんの言う。しかしお前さんたち名前が似てる。ああ、それよく言われるけど。親友か、ははっ、気に入ったぞ。オッケはなさそうだが。確か近くに。ここは優先帳だ。たとえそこ
優先長無性も落ち着け。簡単に言うとその説明。でもおじさんなら僕を助けて。さっきと同じ方法は多分無理だ。俺についてくるんだ。店長、店長、女の子が優先帳に侵入して。まったく騒ぐんじゃないよ。監視システムで状況は大した怪我ではなさそうだ。あ、よかった。無事でよかったな。ヤンユモちゃんだった。今日起きたことは内緒にしておいてくれるかい。わかりました。僕も。でもどうして僕の名前を。え、さっきの女の人の声。なんで僕は熊の置物と話してる。あの熊の置物がここの手。ここ正門町の土地神なんだが、訳あって今はあの姿なんだ。え、おじさんはコンビニの店員なの。ジョーちゃんに言ったはずなんだが。話を戻すが店長、普通の人間が言う。やはり封印の石碑が破壊された影響が。この子は普通の人間なんかじゃないさ。じゃなきゃなぜそんななりをしてるんだい。店長さん、お人形さん、僕はどうしたらいいんですか。髪の毛もこんなに燃えちゃって、どうやって家に帰ればいいんですか。慌てるんじゃない、仕方ない。さあこのペンダントをつけてごらん。つけただけで元に戻れるの。おい、とりあえずつけてみ。元に戻った。よっしゃ、ぐっすり眠って。ごめん、僕が。ジョーちゃんは大丈夫か。あの木は。ああ、なんとか元の姿。混乱人のエネルギーが吸収されたんだ。ただ小分け。混乱人。ああ、そこのチンピラはリーヨー。神と言ってもそんな偉大なもんじゃないぞ。元はただの石で。そうだね、小さなお嬢ちゃんに力を吸収され。さっきもおかしなことがあったり。でもお前さ、一体土地神を。冗談だよ。でもきっと内情は知られた。僕は面倒事は嫌なの。安心しな。でもまあ確かにそれを持っていれば。これはお返しします。また元の姿。ああ、また戻った。こんな便利なもの、そうめったにないよ。今だけお値打ち価格。店長、このなりでどうやって仕事をしろって言うんだ。僕は500元ですら厳しいのに。どうしたものかね。店長さん、ユモは人の気持ちがわかるようだね。よかったらその力を。店長、ジョーちゃん。わかりました。よし、こうして仕方なく店長のペンダントを預かったんだっけ。条件はこの夏休み中にリーオーおじさんが元に戻る方法を探し出すこと。このペンダントがこんなに高いなんて思いもしなかった。でも店長はバイト代で借金を返せばいいと約束してくれた。バイトの内容は勇者に怪我をさせた妖怪を倒すこと、それにコンビニの手伝いをすること。人生初のバイトがこんな厄介なことになるなんて。本当に大丈夫？無理してない？まあ大丈夫だよ。リーオーおじさんも手当てしてくれたし。うん、分かったってば。私、うん、それじゃ
来たね。今日は品出し。え、品出し？心配するんじゃないよ。普通のコンビニとに。結構可愛い制服かも。あ、でもつべこべ言わずにと。品出しは俺が手伝おう。ダンボール。へえ、意外に品ぞ。わ、飲み物が減ってる。テレビ CM で。すみません。何ちんたらしてるんだい。レジはリよし、交代の子が来たからユモは休憩。さてコンビニの仕事はここまでだ。目がチカチカ。若者はもうギブアップかい。リオ、少し休憩したら、何か大問題を引き起こす前に、早くあん。こんな特殊な例、私も初めてだからな。特殊？ユモの妙な吸収能力のことだよ。おお、言った。そうさ。了解。店長、それは得意点のち。心配しなさんだ。あ。よし、この次元の亀裂が入り口。次元の亀裂？普通の人間は見えないさ。おじさん、気にしないで。もし助け。おい、待て。ま、人間が生身で次元の亀裂に入るのは、先ほど店長から龍脈石のかけらをもらった。今回は特別サービスだよ。なんかめん。ま、ユモが引き肉になったり。それじゃ、出発する。本当にここに戻ってきちゃ。そうだな。正門、厳密にはただの似ている異次元と。異次元か。自分、おじさんはここで。まあ似たようなものさ。あと正門、やつらっておじさんとって。あの見た目だからって油断する。それに災いの数が増えると次元の亀裂が。放っておくと正門長が大変なことになるから。了解。なんだか責任重大だね。ああ、言いたいのは。それか。まあそこは後から本。仕事を始めるぞ。災いが集まっている。はい。食いしばない。どうだ。こんなもんだ。
どうだ、なんとかいけるか。大丈夫、災いって想像し…よし、その調子で先に行こう。おっと、ついつい言い忘れてた。店長…前方の災い壁が見えるか。災い壁？あれは災いが吐き出した結晶体。あちこち道を塞いでて邪魔だが、俺の攻撃で壊す。やっ！入れよ！はっ！はぁ、食いしばれ！龍脈石のかけらの反応あり。周囲を調べるんだ。避けた。次はこちらの番だ。はあ、食いしばれ。こんなもんか。できた。先手必勝。Yeah!
こんなもんか。シャンタ。やっ、とりゃお願い。はあ、食いしばれ。邪魔だ。あなたか。やっ、てらっやろ。はあ、食いしばれ。こんなもんか。悪くないぞ。食いしばれ。シャンタ。わかりました。そりゃ金、店長は金にうるさいから、ここは合わせるんだ。店の経営わかるわかる。火のこと言ってないで。あや、やっ、僕の味方ね。最後の一服ダメダメ、よし、はい、いらっしゃいませ。マリオおじさん。おいおい、なんだか元気だ。ダメかも。まったく、ダメだぞ。そ、うわっ。ん、もういい。優先長に出入りしているせいで、体、そしてそして、その負担を軽くするために、このみ、しまった、セールスモードに入ってしまった。おお、なん、さらにさらに、ユモの財布にもとっても優しい、お得な値段の商品さ。従業員からお金取るの？うん、ど、数値では優先帳に異常が出てるようだが。あ、じゃあちょっと行ってみない？いや、行っても何が分かるわけでもない。こうしよう、利用と町に。了解。あ、でも心配いらない。店長がな、こちらでも次元の亀裂が、念のために必要な流脈石の。なあ、俺もレジに飽きてきたところだ。行け。サボるんじゃないぞ。あと補給品。はあ、
おお、あのき…ユモえ、どう…早く助けに来て…でも…もしもし、どうした？僕も途切れてちゃんと聞こえなく…探してみるかい。勇者、ユモ。なんだ。ごめんなさい。それす、す、まったく。まあ、ジョーちゃんが。え、おじさん。よ、お嬢ちゃん。おじさん。だがお嬢ちゃん、俺はここ。え、本当？お、こ。もうさすがにた、美味しかった。口にあった。よし。おじさんと急ぎじゃな。の。リオ、次元の亀裂の位置を。わかった。そういえば。